これぐらい人間というのは巨人好きなんですね。巨人発見ってね、検索するとですね、3ヶ月か4ヶ月に1回ぐらい新しいネタが引っかかるぐらいですね、人間というのは巨人好きだという話です。なんで人はこんな巨人の話が好きなのかですね。 よくあのオカルト系のニュースサイトに行くとこういうのが出てくるんですけどもですねかつて地球上にはですね7メートルを超える巨人族っていうのがまあ存在したというふうに言われているんですねそういうのの証拠に関してですねまああの記事とかに関してちょっと今週あの検証してみようと思うんですけどもですね1933年カリフォルニアのランボック牧場ランポック牧場というところでですね全長4メートルこの写真ではないんですけど全長4メートルの巨人の骸骨が地面よりですね地中より掘り出されました。 でその頭蓋骨にはですね、上顎にも下顎にもですね、あの2列の歯が並んでたっていうんですね。つまり、サメとか、ああいうあの生物と同じくですね、歯が何列にもなってるということは、イコール、噛んでもしその歯が抜けちゃった時にはですね、その内側からどん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 新しい歯が前の方へ出てきてですね、肉食に有利に働いてるのではないかというふうに言われてるんですけどもですね、 じゃあそれが野蛮人だったのかというと同じです、ね、牧場からです、ね、大量に土器とか不思議な埋葬品が発見されたとただしこれじゃあ正体何だったのかというといまだにわからないんですよ。いまだにわからなくてです、ね、ちゃんとあのその当時の新聞にもです、ね、掲載されてた記事なんですけどもの記事によると調査した役人たちがです、ね、埋め戻すように指示して役人たちがこんなの埋め戻せっていうふうに指示してです、ね、今ではわからない。 でこういういのはです、ね、このストレンジワールドというです、ね、これ書いたのがあのフランク・エドワーズというです、ね、有名なあの20世紀半ばのです、ね、こういうのを専門で調査したり本を書いているイギリスのおじさんなんですけどイギリスで,です、ね、ラジオ番組を長いこと持っていてでその人がです、ね、いろんなこういう細かい話をいっぱい書いているんですね。 でこのフランク・エドワーズが元ネタでだいたい現代のですねオカルトっていうか現代だか昭和から平成にかけてのですねオカルトブームっていうのはだいたい、このフランク・エドワーズの書いた本っていうのがネタ本になってると思ってくれていいんですけどもですねこの歯が2列になってる巨人っていうのはですねいろんなところで発見されてですね割とですね世界中で。 例えばサンタロサ島っていうです、ね、カリフォルニアの沖にあるです島なんですけどそのサンタロサ島で発見された頭蓋骨も同じタイプですねあので同じ地層からですねこのサンタロサ島っていうのはその象の骨も大量に発見されたんだけどある時からある時代から出土がぴったりとなくなってしまってる。 じゃあ、なんでかというとそのサンタロー砂糖にいた歯が2列生えている巨人たちがその島の象を食べ尽くしてしまったんだろうというふうに言われているんです、ね、こういう話がありますで20世紀半ばこ,ういう話あのこの手の巨人を発見したという報告がです、ね、アメリカだけでなくて、世界中で結構多かったので,です、ね、スミソニア博物館が正式にです、ね、調査を行おうとしました。しかし、かか、なぜかです、ね その当時、本当にアメリカでは出動が多かったんですよ。アメリカ大陸はちょうど鉄道網とかが発達して誰でも行きやすくなったということもあるんでしょうけども。巨人の骨とかです、ね、足跡の化石とかです、ね、結構いろんなものが出てたんですけども、なぜかそういう骨とか化石がです、ね、行方不明になるという事件が多くてです、ね、ニュースもそのうちにそういうい、ね、巨人の骨を発見したとか足跡を発見したというニュースもそのうちに途絶えてしまったと。 でこれはスミソニアン博物館が主導してですね巨人の存在を隠そうとする隠蔽工作だというふうに主張したアメリカ考古学会が最高裁判所に提訴してでそこでスミソニアンが敗北して隠されていた巨人存在の証拠数千点を提出することを命じられたっていうニュースがですね 五年ぐらい前に出たんですね。で、この今話したですね、スミソニアンの下りはですね。完全な嘘だったんですよ。これ、あの、ロシアかどっかのですね。なんか、あの、嘘ばっかりやってる、ニュース通信社がですね、出したニュースなんですけども。これ、あの、なんでこんなニュース出るのかというとですね。巨人発見のニュースってですね。フェイクの可能性がすごい多いんですよ。一番有名な巨人発見の捏造事件というのは、カーディフの巨人事件って言うんですけども。もう。 本当にいいですね。1869年です。今から150年ぐらい前ですね。え、葉巻製造をやっているジョージ・ハルっていうですね、おっさんがですね、まあ,あの田舎に帰った時に親戚に呼ばれてですね、田舎帰った時にあの牧師にと言い合いになってでですねで、牧師さんと言い合いになってでその牧師さんをからかうためにですね、巨人の化石を作って人儲けしてやろうというふうに思ったそうなんですね。 で、春はですね、7トンの石膏の塊買って、商工家に頼んでですね、自分自身をモデルに巨人の像を掘って、化石を掘ってですね、それをですね、いとこの家の農場に埋めたと。もう農場好きですよね。<laughs> とりあえず農場に埋めたと。で、その1週間後、自作自演でですね、春はですね、あの、作業員に頼んでですね、井戸を掘るという名目で、その農場を掘らせたんですよ。そしたら作業員は、もうびっくりですよね。この石像を掘り出した。この時の写真なんですけども、 大騒ぎになったんですね。アメリカ中から詰めかけた見物客からですね春はですねたい50セントから1ドルぐらいの安い料金を取ってですね、まあ、結構大儲けしたんですねでこのカーディフの巨人事件っていうのはですねこういうあのオカルトとかではですね有名なもう偽物事件なんですけどもですねもう一つこれが有名になる理由があってですねこの当時の新聞はですねこれが偽物だというのは早い段階で分かってたんですねところがですね 偽物と報じなかったんですって、本物かも、本物かも、というふうに書いた方が、やっぱ圧倒的にですね。新聞が売れるんですよ。で、考古学者がですね、割と初期の段階で来て、多分ね、三日目だか、四日目だかに来てですね。で、こんなもん、完全に偽物だよ、というふうに言って、で、ここ、なんか古く見えるのも、全部、これ、所詮塗装だよ、というふうに言ったんですけども、あの新聞が、そっちの方は、あんま報道しなかったんですね。なんでかっていうと、やっぱその新聞が売れたっていう。 もう一つはですねキリスト教の原理主義っていうのがこの1869、ね、年の頃からですねあったんでしょうね聖書は歴史的な書物であると旧約聖書の創世記の中にちゃんとあの人類より以前にですね巨人族がいたということが書いてあるとなのでこういう巨人が見つかったということになったらですねその聖書が本当に歴史的な書物であるということが正しいということが明らかになるので 嘘だとか捏造だったという記事はあまり載せないようにしたっていうですねそういうですねなんか今でもありがちな事件がですね当時からもこうあったというふうに言われてますこんなですね事件が 山ほどありました。1877年ですね、このカーディフの事件のですね、10年も経ってない頃ですね、ニューヨーク州のホテルをですね、拡張工事している最中にですね、巨人の化石を掘り出したと。しかしですね、これは酒に酔った発掘者がですね、あの自分で酔っ払っちゃってですね、自分でこれ作って埋めたんだというふうに、酒場で白状してバレてしまったとかですね。あと、現代でもですね、こういうニュース、あとあの、まだ出てくるんですよ。21世紀に入ってからの話なんですけども、 南アフリカ共和国のです、ね、トランスバールこれトランスバール事件って検索したらすぐ出てきますけどもトランスバールで身長7 5メートルのサイズの人間の足跡が見つかったとで、えー、このトランスバール事件がですねちょっと変なのがですね31億年前の地層なんですよでこれね20世紀型のですねこういう巨人だったらですね 埋めて発見したというんですそれは何でかというとノアの箱舟というのがだいたい4000年前とか5000年前というふうにそのキリスト教歴史上はなっているので,です、ね、それに合わせるためにそれぐらいの地層に埋めるんですけどもです、ね、31億年というのは何かというとこれはあのオカルト業界ではです、ね、数億年前です、ね、今から1億年とか2億年前地球の重力は今より小さかったとっいうです、ねまあ、こういう説があったんですね。 恐竜が巨大なののもそのせいだ。昔巨人がいいたののもそのせいだと。昔は地球の重力は今よりもずっと軽くて巨大な生物っていうのがいっぱいいたとしかしある日ですねものすごく重い質量を持つ隕石が降りてきてすごい密度の金属の塊の隕石が地球に落ちてきてでその隕石の塊金属が地球の中にまだとどまっているから一気にですね地球の重力は数倍に跳ね上がってですね で、その結果ですね、地球の引力がですね、あの、数倍に跳ね上がった結果、自分の体の重みに耐えられず、巨人あの恐竜とか巨人族は絶滅した。 こういうですね、説を唱える人が結構いるのでですね、そのトランスバールの不思議なですね、巨人像もですね、31億年前というですね、そんな時代に地層があるのかと果たして、31億年前ってまだ地球固まってねえじゃねえのかって思うんですけど、まあそういう怪しげな話がありました巨人が実在したかどうかわかんないんですけど、一つ確かなことはですね、これぐらい人間というのは巨人好きなんですね。なんかね、あの、本当にね、巨人発見ってね、検索するとですね、 3ヶ月か4ヶ月に1回ぐらい新しいネタが引っかかるぐらいですね。人間というのは巨人好きだという話です。